じゃあさっきのゲームに従ってルールテンプレで、コイン通貨 OK。 OK。 何か質問あります？ No。 せーの、カレーパン食べましたって今打とうと思ったのに。さあということで6人初心者村もう一回いきます。前回と同じ人です。まもなくまた村人か。スタートです。身分を確認してください。いいことや。頑張ります。まあ、前回はね、大外れかましましたんでね。そこをちゃんと、ちゃんと。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。さあ、頑張りましょう。頑張るぜ。すげえ頑張るぜ。あ、最後の方だ。のプレイヤーは。はい。はい。ちょっと、3秒だけお待ちください。オッケーオッケー。3秒。よろしくお願いします。はい、お願いします。村人陣営に所属する占い師と申します。5番さんがランダムシロです。当たり前のことはちょっととりあえず置いといて、まあ5番さん視点、5番さん村なんでね、僕が狼かどうか分かんないと思う。でも僕を釣るっていう時は必ず僕のクロスを上げてからじゃないと俺は納得がいかない。あとは、後の人は、俺が狼か村なのか分かんないから、まあ、黒要素上げてくれたら、それは納得する。真っていうぐらいなんです。あ、進行論か。真です。真です、この人。進行論ってなんだ、狩人か。絶対潜伏、5番さんでも潜伏。約束。噛まれたら、あなたの狩人さんの動きが悪かったっていう。なるほどね。間違い2日目来るかどうか分からんけど俺が釣られて狩人さん噛まれたらまあおしまいなんだけどね。それでも潜伏、よし決め込もう。絶対だぞ、すかしたらあかんぞ。多分出てきた瞬間にそれは僕の進行論と反してるんで、きっと俺を釣るってことなんだなと思って俺絶望に陥る。はい、よろしく。初手この生存欲は死んだろう。後半に固まったら狼さんね、俺太刀打ちできそう。頑張る。以上。5番。冷たい冷たい、顔が冷たい。はい、役職村人4が5にしろ把握しました。そうですね、4番さん、なんか僕が5番さんを釣る理由が欲しいんだって思ったけどね。別に違和感っていうよりかは、なんか僕のこと好きなんかなっていうふうには率直に思いましたかね。一応言っておくと、もし4番さんを釣ることになったとしても、結局4番さんって1番手だから、理由っていうのは2日目が来たら言えるけどね、うんって思いましたかね。はい、まあ理由はね、一応まだ2週目の位置じゃ釣り位置決まんないからね。うん、ここだけちょっと把握しておいてください、おばさん。いいっすね。あとは、まあ特にないっすかね。現状思うことは、4番さんが僕に渋1特攻、ローであっても渋1特攻なんで、かなり4番さんのシーン高いかな。うん、4番さんシーン高いっす、4番さん。よかったっすね、おばあさん。僕からのシーンかなり爆上げですね、その呼ぶ位置で。高いっすよ。うん。もし対抗がシーンであれば頑張ってください。結構呼ぶ位置でシーン高いと思ったんですよ、おばあさん。頑張ってください、おばあさん。これ、5占い師じゃね？のプレイヤーは。村人陣営で特に使用はありません。4号で見たいと思います。この後、占いが 100% 出ると思います。多分だけど、2週目も変わらない気がします。もう、僕は4号ロックしてます。マジか、早いな。だから、この後、誰が何と言おうが、4番さん、5番さんが、6番さんが、もう一人の占いの、出てきた人の相方で
人狼なんでしょうとか言うようが、誰が何と言うが4号でもロックしました。1番のプレイヤーは発言してください。はい、僕は C 乗らないしランダム6番さんじゃねえや。2番さん白、2番さん白、はいお願いします。今違いごめんね、2番さん白です、はいお願いします。6番さんから増えたくて6番さんにから白って言っちゃったけど、6番さんってさ、いわゆる新占いが 100% 出ると思いますって言って決め、そこまで決め打てる要素が4号にあったのかなっていうのはしっかり理由付けして説明してほしかったな。もし6番さんが村ならば、それをしっかりと周りに理由付け説明して、するべきにもかかわらず、6番さん的に決め打てるのが4、6にも見えちゃうけど、ただ6番さんの位置に座ったら多少4号には見えるかなと思ってる。だって、5番さんっていうのはいわゆる、まあ、4番さんと考え方の違いがあったわけですじゃん。考え方の違いがあって、理由はね、2日目以降、まあ、2週目では出ない可能性があるっていう話をしていて、考え方が違いがあったのにそこで叩き切らずに鈍い位置で芯が高いっていう風に言っていて、そのムーブはかなり無駄利がないと思ってるから4号に見えるのは分かるんだよ。ただそこで6番さんが新占いが 100% 出ると思いますって、そこまで決め打てる要素だったのかなっていうのはしっかりと理由付けして説明するべきだと思ってる。俺が言い間違いしたのは申し訳ない。4番さんにそこを上げ足取れると思うけど、俺が新占いだから、2番さんの白確定ですんでお願いします。そうだな、そんなとこない。4番さんっていうのは、まあ、そう3秒待ってっていうのは何か準備してて心構えをしてるのかなって、まあ、振動に対する心構えみたいな。で、母校を釣るときは、5番さんが母校を釣るときは黒要素を上げてくれって言ってるところが、なんて言うんだろうな、こう弱気な占い、弱気なこう対抗占い師だなと。うん。で、カリウドに関しては4番さん絶対潜伏って言ってたけど、その人が村リアルタイミングで出てくればいいと思ってるから、別にどっちでもいいと思ってる。うん、そこに関して村リは感じないかな。そこは4番さんの黒要素かな。以上です。2番発言してください。そうですね、僕1番さんが出て今話を聞くまでは結構4番さんってすげえなんか白なんじゃねえかな、真なんじゃねえかなっていうふうに実はぶっちゃけ思ってたんですけど、なんていうんですかね、その最初のそのなんか5番さんがまあ僕を釣る場合、4番さんを釣る場合は、ちゃんと黒目を上げてくれと。であそこの初手一発目のなんかいわゆるちょっと生存欲みたいなのが出てくるのって結構なんか信用素高えのかなみたいな感じは若干したんですけど、そう1番さんが言ってた通り、その狩人の絶対潜伏してくれみたいなのって別にそんな言うほど無駄に僕もないと思うんですよ。で、なおかつ5番さんがその4分1特攻を決めていることに対してものすごく信用気をするっていうのがなんかよくわからんなっていうのがすごくありまして、その発言があったせいもあってちょっとなんかなんだろうなーってふうに思ってるんで、現状4-1なら4黒で見てるんで1芯で見てます。以上です。3番ん2番さんは4番さんを発言で見てて、1番さんが出るまでは4番さんが新っぽいと思っていたけれども、1番さんのその発言で納得がいったから4を偽で見ていると。でなった時、6番さんが 100% 芯が出てくると思うっていうその発言っていうところと同じぐらい2番さんと同じことのような気がする。4番さんは真だと思っていた、で1番さんが出てきたら4が 100% 偽に見えてくると。ん？どういうことって思ったけどな。で1番さんと4番さんのせいさね、別に4番さんの狩人の話ってさ、4番さんの位置って弱いから出なくてもいいって、決め打った場合は出てほしいとかそんなぐらいのもんなんじゃないのかな。正直そこまで黒い要素なのかなって思ってたから、まあ1番さんが死んだったら、まあ、当然4が狼だとしたら、まあ、そういう発言にはなるけれども、2番さんまでもがそれに乗っかって言うかなって思ってて、いやーマジで2番さんのその発言気になりすぎてな。いやもうダダ滑りだからやめときなさいって。私は1番さんの方を見せてみちゃう。以上。4番ダダ滑りだからやめときなさいって。村だから俺発言してください。大丈夫や、大丈夫、一緒に6番釣ろう。あれは完全なる失言だ。絶対なんて言葉はこの世界にはもう通用しない。それ言った時点で失言だ。あと1番さんが6番さんに多少4号で見えるって、それ分かるって言ったけど多少じゃないよ、2周目でも4号でロックするって言ってるよ。だからもし
もしやけどこれが俺のクロスになるならいいけど、俺は6番さんにしか投票はしない。だから信じしろ5番さん。いい、6釣りで多分明日来る気がする。以上。ない。5番のプレイヤーは発言してください。6釣りはないでしょ。うん、6釣りは飲めないかな、申し訳ないけど。6番さんの発言っていうのは臭いと思うが、どっちにでもつながる位置だから、 6視点からのロー位置、相方位置っていうのを探すのよくないから、6は臭いっていうところで置いとくだけですよ。どっちかつながるかっていうのはもう考えないです。正直現状で見たら 1,2 かなっていうふうに思ってる。1番さんが死んだったら申し訳ないと思ってね。1番さんの黒嘘っていうよりか2番さんがかなり臭いかなっていうふうに思った。2番さんって1が出るまでは4シーンで見ていたっていうところは、1番さんの発言を聞くまでは4シーンっていうのを追っていたんですよね。ただ2番さんの発言って1が言う通り仮度うんぬんで、それは絶対ムラリがないからっていうところで、仮度っていうのは正直自分の中でね、僕の持論の中では持論だから、正直その、占い師、両占い師に対して精査そこまでつけれるものではないと思ってるし、で結局4の黒要素提示の仕方で5が臭いから4号で見えてるっていう発言を残したんですよ。それって1番さんが出る前から4号って2番さんして見える位置なんですよね。でも1が出る前から、1が出る前は4進で見たっていう発言を残してるんですよ2番さんって、うん、それって1が出る前から4号で見えているのにもかかわらずですよ。だった場合って1が出るまでも4号では多少見えていたから4進では別に置けないと思うんですよね。その要素で、4番さんローで見てるんだから、だから僕っていうのは1の発言っていうよりか2が臭いと思って 1,2 かなっていうふうに思ってますから、ね、いいね、上げ足取ってくるね。6は除外ですよ正直。いいね、うん、別に、6番さんに言っとくけど4の、渋1うんぬんで進で見てるっていうわけじゃない。2番さんが臭いと思ってるから現状は1番さん釣りかなっていうふうに考えてます。以上。6番、4番さんが執着してきてしまってるんで、どうだかな。2番さんは臭いしね。お前もブレんない。5番さんの発言は白っぽかったっすけど、もう5番さんは1,2,6してる感じの発言すもんね。5番さん発言的には4が俺にヘイト向けて、4号やった場合俺にヘイト向けるっていうのは人狼だったらありがちなんですけど、5番さんはあえて2番さんにヘイト向けてましたもんね。だって発言が 1,2,6 でしたもんね。4ロージクはなかったっすもんね。まあ1周目から4死に見るって言ってたっすからね。まあそれはそれで村人の目線の考察かもしれないですけど、でもそれだったら4が6、まあ4が6に行くのないですよって突っ込んでましたもんね。3番さんが2番さん怪しいから怪しいって、4番さんは俺怪しいって、5番さんは2番さん怪しいって、4番さんがロックしてるからな。1番発言してください。結局釣り位置はないの？4番さんを死んで見る人いるんですか？なんでそこまで迷う必要があるんですか？だって4番さんって6から釣ろうって言って5を心中しろって言ってるんですよ。でも4番さんから5を心中しろって言葉が出るってことは、4番さんは5番さん、に対して仲間意識を持っているはずなんですよね。ただ、終始4番さんって6番さんを叩いていて、4号どっちかにいるんじゃないかなっていうふうには思ってます。いわゆる6番さんにラインを切って投票合わせしてきて俺に入れてくるのか、もしくは5番さんで、いわゆる4番5番さんって6番さんって5番さんを白っぽいって言ってたけど、あの5番さんっていうのは渋い位置で見ていない2が臭いから4進っていう風に白位置考察でしかしてないわけだよ。俺単体考察っていうよりは白位置考察してるわけだよね。だってさ、1音で見たときに4番さんで6から釣ろうって言ってる時点でもう占い師として意味わかんない発言をしてるわけじゃん。にもかかわらず2周目になっても5番さんはいわゆる2が臭いから4進っていうふうに呼ぶわけでしょ。4番さんのそのよくわかんないムーブを経ても、
それはちょっと決め打ちすぎかなと思ってるから5番さんを白く見てる6番さんもそうだし、そこで迷ってるのも分かんないしね。4番さんの叩き方見てもで、5番さんがいわゆる、2周目以降もずっとだって渋市で見てないって言ったけど、1周目渋市で見てるのが冗談だとしても、それが無理ない発言だったら自分でも分かってるはずなんだよね多分。にもかかわらず俺に行くんでしょ。それってちょっとよく分かんないかな。で3番さんで気になったのは、3番さんも5番さんと同じように2が臭いから俺に行くって言ってるけど、単体精査してほしいんだよね。4番さんってさ、6から釣ろうっていう無理ない発言をしていて、信用ないとして絶対ありえないのに、2番さんが来るから俺に行くのやめて。4行って2番発言してください。いや僕としてはもう3番さんと5番さん特になんかもっと柔軟に考えてほしいなってぶっちゃけ思ってますよ。僕は1周目の時4番さんを最初新目に見てましたと。で5番さんが言ってた4分の1特攻を決めてるから4番さんのことがものすごく真に見ているっていう発言に対しては、なんだろうなそれはっていうふうに思ってますよっていうそういうことですよ。でそれは別ですよ。でしかも4番さんを真に見てる理由って言ってたのも、僕が言ってたのは一番最初からいきなり生存欲を出してくるのってなんかすごく真っぽいなっていうふうに思ってたっていう理由から僕は4番さんを真だと思ってたっていう話ですよ。5番さんが黒っぽいからっていう話とそこは全く別の話なんで、そこはごっちゃにしないでほしいなっていうところですね。で5番さんがもうゴリゴリに2番を、2番が黒いから1がなんか黒だみたいな、もうおかしいでしょどう考えても。でしかも1番さんも言ってましたけど、4番さんが6番さん釣りたい、もうこれもおかしいでしょどう考えても。まあ、分かりますよ、4番さんが言ってた絶対にっていう言葉を6番さんが使ってる時点でおかしいって言ってるのは分かりますけど、どう考えてもあなた目線では1番が黒になるんだから、あなたは1番釣ってくれって言わなきゃおかしなところですよね。そこでもなぜか6番さんを釣りたいって言ってるところからしても、僕はあなたの心名は正直ないです。はい。で何でしたっけ、3番さんもそのなんかあれですよね、僕はそのなんか4番さん新目で置いてて最初のうちで、なんか1番さんの発言の後にどうのこうのってところなんか違和感を感じたってことですよね。単純にそういう理由です。4番さんのことを最初新目で見てましたけど、なんだ1番さんの発言とかも聞いて、ああなるほど確かにそれもあるなっていうふうに思ったと。で4番さんを新目に置いてたのと5番さんを黒く思ってたっていうことは全く別の話ですということです。で一番最初別に4号で見てるとかそういう話は僕はしてません。でも現状は4号で見てます。はい、4号が黒だと思ってます。で1個残念だったのは、6番さんが2周目の時に一瞬僕に来ようとしてなんかちょっとブレたなっていう、なんか4号ロックしますって言ってブレちゃったなっていうのが悲しかったなって感じです。僕は4番入れたいです。以上です。3番。そう囲ってんじゃね正直双方囲ってんじゃないかなと思ってたかな。2番さんって6番さんに関してめっちゃ臭いやんなって思ったところに、2番さんって6番さんの要素よりも4号強く見てて、で5番さんは逆に、1,2 で見るって言ってた私に対しての精査がなくって、2番さんに向けて 1,2 行くって言うでしょ。だからまあ3番は確実にムラなんだけど、あの黒い方から6番さんもムラなんじゃねえかなって思ってるから 1,2、4,5 双方囲ってると思ってるんだけど、どっちもどっちだけどなって思ってた。で4番さんが6番さんに釣り押すって言ったら、当然6番さんってムラだからさ、それはありえないよって反発するし、5番さんもそれはありえないよって言っていたその自分との精査が違うのであれば、4番さんと1番さんの精査を聞いた上で1番さんがね言った発言でとかになってもいいかなと思ってるけど、苦臭いから1に行くって言えてしまう5番さんっていうのは何だろうと思うから、うん。でもって6番さんっていうのは自分を釣り押されるっていう占い師に対してっていうのに、うん、結局釣り値上げられないんだって言ったところなんだかなって思ってるから、でも感じな4番さんっていうのは村を釣ろうと言ってしまってるような気がするけど、でも1,2,4,5こんなゴリゴリなんだね。ああマジで迷う。でも私やっぱり4番さんに行くね。以上。はい。投票を始めてください。ああやだ。いやいや4黒だろ。4黒だって。4黒だってほしい。もうなんか4黒だってほしいな。頼むわ。4番のプレイヤーが選ばれました。5,6で1位。6、4が6、もうマジで6に入れてんじゃん。で5,6で1,6番結局1番黒で見てんだ。4番のプレイヤーはカリード噛まれて負けちまえ。夜が来ました、目を閉じてください。むむむむ進化4 もしかして進化。いやでも2周目6釣ろうはダメだろ。でもこれでワンチャン普通に1,6とかだったらマジやるなってなっちゃうな。どっちだろう。いやもうマジ頼むって 4黒でやってくれ。そこはそこは4黒でやってくれ。
で俺何言っても黒いって言われるんだけど、どういうこと。まあ、確かになんかちょっとおかしな発言があったのかもしれんけども、いやーちょっとなんかやばいな、これはやばいぞ。やっぱ適当なこと言うのが一番だよな。朝が来ました。さあどうなる。昨夜死んだ。6番が死んで、あでもそしたら6番、お終わった、これもしかして。ゲーム、うわ人狼の勝ち。3かよ、マジかよ。うわー謝罪。Nope!